フジテレビの女子アナウンサーの加藤綾子そんな加藤は以前元フジテレビの社員に悪態をつかれたことがある今回はこの件について見ていきたいと思います元フジアナ長谷川豊が加藤綾子アナに悪態カトパンのいじめも暴露元フジテレビアナウンサーの長谷川豊が4月5日自身のブログで フジテレビ時代の後輩加藤綾子アナに悪態をついている長谷川豊は悪態アナでしたお前のオフィシャルブログ綾子風確か1日3万ビューくらいじゃなかったっけもっと頑張れよ退職した男性アナに人気の一女子アナが負けてどうする第1話今日も育野アナとつかみ合い的な第2話本番直前に 長野美里ちゃんの原稿を隠しちゃいました。長谷川豊のフジテレビアナウンサー時代の悪態。滝川クリステルを外人呼ばわりし、大騒ぎになり謝罪。この間までやってた、外人より、ずっとうまいですからね。2009年に出演した番組で、ニュースジャパンのキャスターが、滝川クリステルから、秋元由里アナウンサーに交代することについて独説。 差別だと大騒ぎに。長谷川アナ自身ではなく、フジテレビが不適切だと謝罪。長谷川アナは全く謝罪せず。番組中に、の野陽子アナに暴言。最近、こいつデブデブになってきてるんで、横幅がね、本当に。足とか本当にヤバいんですよ。番組中に、松村美に対する暴言。もう、この、あの、 ちょっと、お、ワーンってして、なんか、ちょっと、おい、いいから来いよ、って言ったら、すぐに、建物の中に入ってきそうなタイプ。番組中に、松尾緑アナに対する暴言。こいつは、自分のペースにうまいこと持ってきそう。でも、知らないうちに、なんか気がついたら、一番人気の男の横とかに、ふにゃーってし、出そうなタイプ、この野郎。 本当に。番組中に平入りを穴に対する暴言「こいつ顔写真いらないから足だけ写しときゃいいんだよ」